忠実なる忍び地獄の果てまで御身と共に犬山洞説ただとも胸を張りこうして刀を携えお使いできる日をずっと待ち望んでおりました我らが東京の街が赤々と燃えておりまする俺が先陣を切り開きましょうぞあるしよ やつらの勝手にさせるわけにはまいりますまい。我が魂の父がいるなら我が魂の母もいるはず。伏姫その名を聞くと俺は胸がかきむしられるように言いたく切なくなるのです。 二つの時でございまするか、主このただとも御身のためならこの身をグレンと化す覚悟絶望の戦場とて喜びいさんでまいりましょう全ての5億が消えてなくなるきっと素晴らしきことなのでしょうですが俺は我が父の誇り高き死に様を なかったことにはしたくないのです。己が友を亡くしたか、己が父を見殺したか、それでも我らは進んでゆくのだそこをどけ正則、義人。我が主の道を塞ぐな <laughs> 不将の息子をどうか見守っていてくだされ。 偉大なるその背を越えこの忠とは進みまする傷つき倒れたその時はあの世で頭を撫でてください幾度心が傷つき血を流したとて我らが命の灯火は燃え尽きてはいないそうでしょう我が敬愛すべき主たるお方 この血潮が、たぎっているのが伝わりまするか。あなた様の、命に触れて燃えているのです。あ、あの、触りすぎです。主殿、主殿の父を前に、今ならあなた様へ言えます。かねてより、おたい申しておりました。 この戦より生きて帰れたならば、どうか、結納のちぎりを結びとお願いまする父らよ、どうか遠くでご覧あれ俺の選んだ、燃えるがごとき生き様を恩身の道を打ち開きます続かれよ はぁ、あ、もらった何のまだまだ見よこの忠殿の新たな力を 三ばり十五足三つ伏せのそやを討ちそうて今こそ我が二人の父に届けー俺は与えられるのではなく己が選んだ道を行く役目を果たせましたでしょうかアルお仕えてきて。 幸せでした戦の準備はこれこの通り主よ身支度はこのただともめにお任せあれ <laughs> そのように褒められるとてれもせひとまずは決着でよろしゅうござりましょう。 お疲れ様にございます、主よ。何とか、互いに生き残り申したな。<laughs> 我がカトンの術と、父が形見の大技者を合わせ、ここに新たなる力を権限せしめんさあ、我が主の敵どもよそこを抜け 東京放課後サモナーズ。東京決戦の日は来たる。あなた様の忍び、犬山同説ただともが、恩美のもとへ参じまする